分がお父さんお母さんと並びました。さあ、ルールはもう皆さんご存知かと思いますが、お父さんお母さんに援助された子どもたちが帽子の取り合いをします。温度が落ちた場合、帽子を取られた場合は速やかに今いる陣地に戻ってしゃがんでください。最後まで残った人はね、そのまま馬の数を数えますから降りないで頑張ってロングをしてその場に行ってください。陣地に戻ってもらいいでしょうか。2回戦行いましょう。では準備をしてください。お友達ゴムはかかってないね、あのね、大丈夫ですね。はい、下が滑りやすいと思うので気をつけてください。はい、行きます。よーい、後ろに見てみて、後ろ取られちゃった人は陣地に戻ってしゃがんでください。ほら、逃げてばっかりいると帽子が取れませんよ。ほら、頑張れ。でしょうけど、お父さん頑張ってください、お母さんも頑張ってください。馬の数を数えたいと思うので陣地に戻ってください。さあ、いいですか。じゃあ残ってる馬の数先生たち数えます。前からいきますよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13回終了。1回戦目は白組の勝ち。今日は全部白組さんが白組勝利の女神がついてるね。はい、じゃあ取られちゃったお友達に、はい、お帽子を返してきてあげてください。